は私小学校の5年生6年生ぐらいに今の事務所にスカウトされてる。あ、え、1回目。あら、それはなぜかっていうと司会が関口博さんだったわけです。歌謡大賞、歌謡大賞、うん、でスカウトされた時名刺をもらってて、で行く行かないとかなったんだけど、私小学生だしあのお断りしたわけで、ちょっと時間が経ち司会の仕事をどうかなって思った時に、あ、そういえば今関口さんとこの事務所司会者の事務所になってると思って、すごい、それで思い出して自分で連絡したの。そうそうそう、うん、まあ、私っていうか、まあ、ちょ知り合い経由で連絡したら、ちょっと会ってみましょうかみたいになったんだけど、あの時のみたいな。そうそうそう、アナウンサーから見たらさ、タイちゃんみたいなこうそういう立場の人のことをさどう思ってるんだろうなとかさ。でまたさ NHK さんだといろんなさその地方局にさ、うんうんうん、なんかこう何アナウンサーだけど現地でこうオーディション受けてやってる人みたいなのもいるじゃない、うん、契約、契約、そう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 、アナウンサーさんね。私最初初任地の福井で水森さんには大変お世話になってとかって東京でお会いするとやっぱ嬉しいよね。ああ、なんか優しくしといてよかったと思ってそっちよく育ったねみたいな。いやなんかさ親心すごい、いろいろねあの緊張してたけど助けていただいて水森さんにとかすごい覚えてるんですとか言われると、あ、よかったと思って。やっぱり紅白の歴が長いとちょっとそういう風になんか怯えさせてるんじゃないかみたいな気持ちにはなるのえ、どういうことなんかキャリアが上がってくると、そうちょっとしたさ、なんか結構こう私水森かおりさんはいつもなんか笑顔で元気ですね、うんうんうん、みたいな、うん、でもさいつもさ24時間ヘラヘラしてるわけじゃないじゃんだからそりゃそうだでしょ、そりゃそうだよ。だからさ、だからちょっとした時にさ、なんか考え事してちょっと真面目な顔してる時にパッと見られた時に、あ、笑ってないみたいになると、あ、なんかちょっとそれが怖いっていうのを思う。だからそこをちょっと気にしてるっていうか、だから常にこうなんかこうそれも怖いんですけどなるほど怖いんですけど、ちょっと常に ね, ね、うん、このね YouTube のねプロデューサーさんがね、はい、なんかねずっと当初からその私のちびっこのど自慢の、うん、その同窓会をやりたいってずっとやってるわけ。おー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 、いいねいいね。でもそれをね、うん、見て何が楽しいんだろうってそう、ね、思う自分もいるわけ。なるほどね、私は楽しいよ同窓会やるのは楽しいなって思ったけど、そうか、人様に見せないだって誰も知らないじゃんっていう歌唱力。あ、まあね。あ、歌うってこと？あ、みんな？コンサートです。あ、コンサート、え、お客さん入れるんですか？え？え？お客さん入れるの？それが目標ですよ。ちょっと私ブランクがありすぎないでちょっとボイトレ行っていいですか？なるほどね。すごい。私原田ゆかりちゃんに会いたいんだよ。なかなか関東組だもんね。関東組だね。まあ、簡単でデビューしたのよ、ゴールデンミュージックで。浦上美希子ちゃん知ってる？ああ、知ってる知ってる、聞いたことあるよ、私聞き覚えがあるよ。本当、うん、そう、歌川美也子さんっていう名前で、うん、で、こう名前も何回か変わられて、で私デビューして1回お会いして、うん、あの覚えててくれたの、うんうんうん、だからちょっとさ集めてよまただ私もちびっこ歌合戦のさご飯会だけでさ10回のリスケの上決まらないのよ私はみんなもうみんな忙しいの、みんな会わないのお願いって言うとねやってくれるから本当に。小倉千秋ちゃんとか分かる？いやー、です、分かんない。あ、そう、さっき聞いたの私、うん、今千秋ちゃん広島にいるんだよね。千葉テレビでさ、それこそなんかキャスターみたいなこうしてて、うん、てか私の中では東の千秋ちゃん西の太ちゃんなのよ。そう、それぐらいもほんと可愛い実力派の正統派アイドルっていう。だからこっちはもうほんと雪乃ちゃん、うん、な強っかな。もう2人で十分じゃんそうなってきた。いいじゃん、我々タワで行ったって無理じゃんいやいやいや、もうそっちはもうキャラが揃ってるから大西くんと